皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、人が映せませんからね、ここね、ちょっと個室っぽくなってますね。これね、これで仕切ってあって、これは茨城県結城市の中尾っていうところ、とんかつ屋さんです。ちゃんと仕切ってあっていいですね。これ壁紙もね、かわいいの、壁紙かわいいね。はい、インスタグラム始めましたね、ぶーちゃんフォローミーね。こんな感じでね、ここは座敷ね、座敷で今お料理待ってます。これね、お茶があるのいいですね、冬寒いですから。でこれね、お茶があるんです、ここに。はい、いくらでも飲めます。これなくなったら注文すればいいかね。ね、とんかつ屋さん久しぶりです。とんかつ屋さん来たのね。座敷でもテーブルですから、テーブルと椅子ね。はい、はい、中の様子でしたね。和風です、やっぱりとんかつ屋さん。あっちカウンターね、あっち厨房とカウンター。はい、終わり。はい、皆様こんにちは、こんばんは。はい、これカツカレー頼んじゃった。これね、ヒレカツのカツカレー。ここは茨城県結城市の有名店、並びました。あの中尾っていうとんかつ屋さんね。はい、これ福神漬け赤くないですね、本物ですね。はい、サラダもついてるし、カレーにね、お味噌汁もついてますね。これで1200円だよ確か。はい、はい、ちょっと見せて、こっち、これは上ロースね。これ上ロース、これね、ご飯と味噌汁と、なんだ、漬物とね、おしんこと漬物と、その中見せて、それ何からしか、からし。はい、とりあえず食べてみましょうね。とりあえずね、なんかよそり方が面白いね。これね、お箸もあるんで、ヒレカツ食べてみます。はい、ヒレカツ、はい、ヒレカツカレーついてますけどね、いただきます。柔らかい、柔らかいよ。聞いてみれば、柔らかいです、美味しいです。もう一回、つけるでしょ、自家製ソースだって書いてあったもん、メニューに。はい、じゃあカレーいただきます、ご飯と一緒にね。はい、カレー久しぶりです、カレー。はい、カレーいただきます。あ、美味しい。なんか、なんだろう、ちょっと苦味があるね、ちょっとピリッとしてね。私辛いの苦手なんで、辛さとか聞かないちゃったんですけど、ちょっとピリッとして苦味があって、なんか大人のカレーって感じです。はい、もう一回いただきます。美味しい。このカレーの中に入ってるさっきのお肉も美味しい。これは食が進みますね。とんかつ久しぶりです。これ福神漬けね。はい、いただきます。美味しい。やっぱり本物だこれ、ね、本物。なんかキンキン来なくてまろやかな味です。はい、あら、これすごいね、この厚みね。分厚いですよ。カメラじゃ分かんないかな。1個いただきます。ほら、分厚い。これね、こっちのカレーのヒレカツと合わせると、比べると、ほら、違うもん。これ見えるかな？
ちょっとね、あららら、衣取れちゃった、ごめんなさい。ほら、これね、相方のジョーロースね、でこっちがカレーの、カレーは1200円だからしょうがないよ。でかつほら違うよね、あれわかるかな、はい、倍ぐらいあります。こっちはね薄くてこう隙間あるけど、これはほら分厚いしね。相方にヒレカツを返します。はい、薄いのありがとうございますソースもらったら、ソースね、はーい。じゃあ今度ね、今度ね、この美味しそうなね、うん、ポテト、うん、ポテトサラダいただきますね。ポテトサラダいただきます。美味しそう、うん、うん、ない美味しいです。忘れてんじゃないの、これ違うの、どう見たら違うの、これお味噌汁やっぱり忘れてたんだねお店ソースはあの茶色いソースね、はい、これのお味噌汁ね、なめこ汁でね、具沢山ですね。豆腐も入ってるし、ネギも入ってるし、白味噌ね。あー、すいません、はーい、いただきます。うん、うん、美味しい美味しい美味しい。ちょっとね、じゃあね、お味噌汁いただきましょうね。今日冬寒いからね、いいですよね、お味噌汁ね。うん、あー美味しいわ。なんか料亭の味って感じ、だしも効いてて、味噌がしつこくなくて、うん、なめこも美味しいし、ネギも美味しいし、すごいホッとしますね。カレーに味噌汁がついてもありがたいねはい、じゃあね、ソースをかけてみましょう、はい、やっぱりソースかけないとね。あ、結構出るね、お、結構出るねとんかつ屋さんでソースなくちゃね、ちょっと結構かけちゃいました。まあご飯があるからいいでしょう。はーい、そう、美味しいですか、まだ食べてないですね。はい、ロジョーロースカツ、これこのお椀の中何だったの、ご飯だったの、ご飯、あー、ご飯ね、冷めないように蓋がありました。はい、はい、蓋してね、気が利いてますね。これはドレッシングだよね、ね、あー、いただきます。はい、忘れてました、この相方のジョーロース、ジョーロースカツオ、これすごいね、高さと奥行きが同じだね、これね、これね、食べるの忘れてました、移すの。ちょっと衣取れちゃったんですけど、はい、いただきます。うーん、柔らかいね、すごく。うーん、人気店なの分かります、すんごい柔らかいです、すんごい柔らかいです。いつも硬い肉しか食べれないからなんちゃって、肉も臭くないしね、美味しいですね。なんかサイコロみたいだね、これね、食べちゃうとすんごい美味しい、ご飯欲しくなりますね。はい、ご飯、ご飯、ご飯、はい、いただきます。うん、美味しいわ、これ上ロースね、300円か400円余計にね出せばね、分厚い肉食べれますからまあ私カレー食べたかったんで、これでね、こういうのいろいろついて、これもこれもこれもね、これで1200円ですけど、うん、そっちの上ロースも美味しいです。はい、終わり。はい、皆様こんにちは、こんばんは。ここはね、とんかつ屋さん中尾っていうとこ、そこでね、最後にね、コーヒー一杯どうですかって、私有料かと思ったんですけど、サービスで出してくれました。これね、ミルクと砂糖入れましたね、すでに入れました。いやー、サービスいいですね、うん、びっくりです。でね、お茶も飲み放題だしね、このポットがあって、
ポットがあってお茶も飲み放題だし、でカレーだったからお水も出たし、なんか飲み物飲み放題みたいな感じで、はーい、コーヒーいただきます。うん、あ、やっぱり飲みやすい、この砂糖とミルク入れたから。でブラックどうですか、うん、うん、美味しいですか。うん、あのね、我慢してますね、甘いの好きなのに砂糖とミルク入れないで、うん、ブラックで飲んでます。まあね、人好き好きだからね、美味しいです。だいたいお店ってね、こういう人気店はね、あのあれなんですよ、ちょっと早く帰れ的なモードがあってね、回転よくするのにね。でもね、コーヒーいかがですかってサービスで出してくれるなんて、ゆっくりしてってくださいって感じでいいですよね、うん、普通はね気使って早く帰んなくちゃいけないんだけど、ゆっくりできますね。はい、いただきます。はい、とんかつ中尾さん、はい、ごちそうさまでした。すごいです、ここはいろいろ人がいてね、人気店です。はい、いやサービスいいですね。コーヒーはもらえるし、このね、これウサギのティッシュ、こんな大きいのもらいました。2つ、2人だから2つ。で駐車場は向かい側の、道路の向かい側のね、中尾さんごちそうさまでした。あ、引かれちゃうどこ行くの。はい、ちょっと歩ってね、線路がありますから見えないな。ちょっと歩くと左側にあの駐車場あるんですよ、広いところ。だ最初ないと思って、最初だから分かんなくて電話しちゃいましたね。ちょっと歩くとここに緑の看板ありますからね、ここの道路狭いんでね、気をつけてね歩くのね。危ね危ね。これね、とんかつ中尾って駐車場ありますから。これがね、駐車場ね広いんですよ、ここで中尾ってここに書いたのね、ちょっとはげちゃってるけど、ここら辺5台と、あとこれ屋根付きの駐車場、これ全部長尾駐車場ってねありますから、屋根付きの。ここは 1,2,3,4,5,6,7,8 台止まります。あー、天気がいいですね、よかったよかった。中尾さんごちそうさまでした、美味しかったです。終わり。